皆さんこんばんは。毎日暑い日が続きます。今日はバレエ音楽で有名なチャイコフスキーのくるみ割り人形より行進曲を弾いてみます。少しずつ練習を楽しむことでできなかったことができるようになります。少女クララがクリスマスプレゼントにもらったくるみ割り人形とネズミを退治し王子様に変身したお人形とお菓子の行く国で楽しいひとときを過ごす有名なバレエ音楽の作品です。ファンファーレで始まるとても優雅な曲です。くるみ割り人形より行進曲。
しく曲奏をイメージして踊るバレエ音楽の神髄です。みんな夏場は体調も思わしくありません。誰でも褒められ認めてくれる人の話はきちんと聞いてくれます。チャイコフスキーのくるみ割り人形より行進曲でした。練習はやれば必ず自信になります。何度も何度も練習を重ねると必ず成果が出ます。皆さんも無理をしないように音楽を楽しんでください。